はいどうもモンゲライダーです。今回はですね、岡山市南区藤田の田園の中にある巨大ファミリーレストランに行ってきたいと思います。はい、ということでね、私今国道30号走っております。今ね、笹ヶ瀬川を渡りましてね、この川を渡ると、まあいわゆる藤田と言われるね、まあ田園地帯に入っていくわけですがね。で、今日はその藤田の田園地帯の中にあるですね、何やらレトロな、まあ、レストランがね、まああるんでね、ちょっとそちらに潜入してみようかなと思います。で、そのレストランがですね、ビクトリアというレストランですね。なのでね、そのレストランを目指して国道30号を走っております。はい、ではね、またね、お店に着くまでの間ですね、質問コーナーやっていきたいと思います。まあ、YouTube のコメント欄などにね、まあ、寄せられたいくつかの、まあ、質問などをね、いくつか答えていきたいと思います。ではね、今回またラジオネーム恋するうさぎちゃんからいただきました。いつも楽しく見てますと。倉敷で一番おすすめのラーメン屋はどこですかという質問ですね。まあそうですね、倉敷でまあおすすめのラーメン屋ってなると、まあ僕の中ではね、あの中小にあるね、博多ラーメントントンっていうお店ですね。これあの旧2号沿いにあるお店なんですけど、博多ラーメン出す店なんですよね。結構値段も安くて美味しい店なんですよね。なんでね、一時よく行ってましたね。まあ最近ちょっとね、行けてないんでわかんないんですけど、もう行ってた時はね、あの高菜とか食べ放題でね、ランチ時間に行くとね、ご飯もついてめっちゃ安かったんですよね。ちなみにこのチャンネルではまだ一度も取り上げたことはございません。まあ今やってるね、全駅グルメラリーっていうのはまだ中小駅はやってないんでね、中小をやる時にもしかしたらトントン行くかもわかんないですね。はい、では続きましての質問ですね。ラジオネーム恋するうさぎちゃんから、動画の内容と関係ないコメントすみませんと、メガネにドア入っているのですかっていう質問なんですが、僕がまあいつもね、このチャンネルでかけてるメガネね、あれね、ドア入ってますよ。僕もね、裸眼だと運転できないんですよね。視力まあ 0.5 とかだと思うんですけど、まあ、ギリギリね、コンタクトとかメガネをつけないと運転ができない視力ではあるんでね、いつもかけてるメガネにはドア入ってますね。これ誰か興味あります？まあ、僕のメガネにドが入ってるかどうかまで知りたい視聴者さんはね、まあモンゲーライダー視聴者の中でもなかなかのコアクリスタルだと思うんでね、まあこれからもよろしくお願いしますというところですね。僕のメガネが伊達メガネではないってことが判明したところでね、もうすぐ今回の目的地に着きますんでね、ここで質問コーナー終わりたいと思います。ということでね、見えてきましたね、ここですね、ファミリーレストランビクトリア。では行ってみましょう。はい、ということでやってまいりましたね、国道30号沿い南区藤田にありますファミリーレストランビクトリア。もう田園の中にね、立つ超巨大なレストランって感じですね。では早速ね、入店をしていきたいと思いますね。やっぱりなんかね、すごいこう異国情緒漂うっていうかね、水島の乳輪殿を彷彿とさせるというかね。ほんとなんか昭和のね、ファミリーレストランっていう感じでね、このビクトリアね、今この藤田店だけなんですけど、昔倉敷の下庄とね、東区の沼にもあったらしいですね。調べてみて、東区沼にビクトリアあった。そういえば確かあの辺り旧2号走ってたらこんなんあったなと思って Google ストリートビューで見てみましたらね、これでしたね。確かに旧2号にビクトリアありましたね。廃墟になってますけどね今は。ということで、かつて3店舗あったビクトリア唯一の生き残り藤田店に潜入してみました。まあ、こういう昭和ファミリーレストランではおなじみのね、
この重厚感あふれるスタイルね。で僕はねこの窓際の席に陣取りましたね。では今日はね何を食べようかしらというところなんですが、いきなり表紙にね謎の美女が写っております。でメニューを開きますとね、まあ、ステーキがあれなんですかね、目玉なんですかね。でカレーとかも充実してましてね、さあ何にしようかと、午前ステーキちょっとでもねお値段的に高いなと。でもねこの揚げ物、前回のグルメラリーでエビカツを食べてるんでね、またこいつ揚げ物食べてるなと思われるのもちょっと嫌だなと思いましてね、さあ何にしようかというところですね。メニューを見てね頭を抱え込んでおりましたらですね、テーブルに日替わりランチというものがあるじゃないかと、これいいじゃないかと。ということで今回は日替わり和風ランチにしましたね。今日の日替わりのメインメニューはねチキンのデミソース煮込みということですね。でなんかそのプレートには何やらいろいろ載っております。ではねまた最初はねお味噌汁を、まずはお味噌汁ですね。でメインのじゃあこのチキンのねデミソース煮込み、柔らかいですね。サクッとこうねナイフが入っていきます。なかなかこれ美味しそうですよ。ではね一口いただいてみますがね、これがねまたね柔らかくねちょっと鶏が煮込まれてましてね、デミソースのおかげで鶏の臭みとかも全くなくてね美味しかったですね。これはご飯も進みますね。ではねこれからこのサブを固める脇役たち、こいつらをね食べていこうと思うんですがね、まずはこのコロッケみたいなやつね食べてみるとね、これカレーコロッケでしたね。昔懐かしカレーコロッケですね。これも当然ご飯に合うやつですね。でこの次は小鉢に入っているこのなんか煮込まれたやつね。でこれはね食べてみるとね肉じゃがでしたね。お袋の味でした。まさかのまさかね、こんな異国情緒あふれる店のねランチプレートでねお袋の味に出会えるとはね想像してませんでしたね。これはありがたい出会いです。でこれはだし巻きでしたね。これもね美味しかったです。なんかやっぱりね和風日替わりっていうだけあってね、小鉢がいっぱいつくのが和風日替わりなんですよ。普通の日替わりはね900いくらで、この和風日替わりは1100円で、小鉢がつくかつかないかの違いみたいなんですね。なんでねそういった風にねいろんな小鉢ついてるんですかね、一つねよくわからないものがあります。このなんかオレンジ色の液体ですね。これは一体何なんだろうと、舐めてみてもちょっとよくわからないんですが、多分何かにかけるものであろうということでね、一旦ポテサラにかけてみます。ではねちょっと謎の液体をかけたポテサラ いただいてみますがね、うん、なんかねちょっと酸味が加わったポテサラって感じでね、別にかけなくてもよかったかなっていうところがねちょっと感じられましたね。でね私このなんかレンコンの天ぷらをどけて改めて見てみたんですが、ここに大量の千切りキャベツがあるじゃないかと、多くのおかずにね目がいってね全く気づきませんでした。こいつの存在、要するにこれドレッシングですね。はい、バカでした。はい、なんでねちゃんとドレッシングをドレッシングとして使ってこれから食べていきます。ということでねビクトリアさんのね日替わり和風定食、こんな風にね、まあ、いろんなおかずが、まあ、ついてね楽しめるっていうところですね。でね朝8時から営業してるみたいでね、モーニングとかも結構充実してるっぽいですね。なんでね数多くのメニューがある昭和レトロレストラン、国道30号沿いのねビクトリア藤田店、気になる方はぜひ行ってみてください。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。